9月10日、森保一監督率いる日本代表は2026年のワールドカップへ向けたアジア最終予選の第2節でアウェイバーレーンの地へ乗り込んだ試合を5対0という大差で勝利し、中国戦に続き快勝で2連勝を記録しました。どうも日本代表と戦ったらメンタル崩壊する自信がある補欠カラスです。今回はバーレーン代表に快勝した日本代表に対する反応をまとめていきます。アウェイの洗礼に怒りを語った森保監督、ついにスタートした2026年のワールドカップ出場へ向けた戦いの中で日本代表は初戦のホーム中国戦で7対0という圧巻の強さを披露し、その日のうちにすぐチャーター便で第2戦を戦うアウェイのバーレーンへと向かいました。ホームでは素晴らしい戦いを見せたものの、やはりアジア最終予選といえばアウェイでの戦いが厳しいことで知られています。実際バーレーンは気温35度以上という高温、かつ今回の試合はバーレーンのサポーターは入場無料ということもあり、完全アウェイのスタジアムで日本は戦いを挑む形となりました。また前日練習では 3.3 ミリだったピッチの芝も試合当日は 2.6 ミリに急遽短く変更されるなど、バーレーン側に翻弄されていたのです。そんな中でも勝利を収めたい日本は初戦の中国戦からフォーメーションは同じ 3-4-2-1 の形を採用しましたが、スタメンにはゴールキーパーに鈴木ザイオン選手、3バックは左から町田浩樹選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手が並び、ダブルボランチはキャプテンの遠藤航選手と森田秀政選手、ウィングバックには左に三笘薫選手、右に堂安律選手と攻撃的な2人を起用し、シャドウの位置には鎌田大地選手、南野拓実選手が入り、ワントップは上田綺世選手が務めました。こうして大幅なメンバーチェンジが予想された中、森保監督は久保建英選手を鎌田選手に変更するのみでバーレーン戦に臨みました。ほぼベストメンバーで臨んだ日本は前半9分、町田選手のパスを受けた三笘選手がゴール前にクロスを送ると、右サイドの堂安選手が飛び込み右膝のボレーで合わせましたが、シュートは惜しくも左ポストを叩いてしまいます。するとここからはバーレーンが攻勢を強めていき、立て続きにピンチを迎えますが、なんとか日本のディフェンダー陣、そして初戦はほぼ出番がなかった鈴木選手が抑えていきました。その後苦しい時間が続いた日本は徐々にペースをつかみ始めると、飲水タイムを挟んだ前半34分にようやく均衡を破ります。このシーンはまず右サイドを持ち上がった遠藤選手がスルーパスを送ると、エリア内右に走り込んだ鎌田選手が低いクロスボールを上げ、相手ディフェンダーの上げた手にちょうど当たり、主審は PK を日本に与えたのでした。この PK でキッカーを務めた上田選手は蹴る前に相手サポーターから卑劣なレーザーポイントによる妨害を受けながらもしっかりとゴール左に蹴り込み、日本が先制点を奪いました。結局前半はこの1点止まりで折り返しましたが、後半に入るとより攻勢を強めるため堂安選手に代わって伊東純也選手を投入します。後半開始直後、鎌田選手のパスが右に渡り、交代したばかりの伊藤選手がワンタッチで中に折り返すと、厳しい体勢で受けた上田選手がうまくシュート体勢を作り、鋭い右足を振り抜くと強烈なシュートが突き刺さり、日本のストライカーによる2点目で追加点を奪いました。さらにその後も主導権を握る日本は途中出場の伊藤選手が圧倒的なパフォーマンスを続けていくと、後半16分、森田選手の縦パスを受けた上田選手がエリア付近で相手を自慢のフィジカルで背負い時間を作ると、パスを出した後にそのまま3列目から走り込んでいた森田選手にラストパスを送ります。そして最後は冷静にゴールキーパーとの1対1を森田選手が制して3点目をゲットします。そして勢いに乗った森田選手は後半18分にも左サイドを突破した三笘選手のクロスに絶妙なタイミングで飛び込み、この日2点目となるゴールで4対0としました。すると大量点差に無料でやってきたバーレーンの観客が一斉に帰り始める中、攻め手を緩めない日本は後半36分、途中出場となった中村敬斗選手の左足シュートが相手ゴールキーパーの足に当たって高く跳ねたところに、こちらも途中出場の小川航基選手が打点の高いヘディングで押し込み5対0としたのでした。こうしてアウェーの洗礼を受けながらもしっかりと大量5点を奪い、バーレーンに勝利した日本は他の強豪国が苦しむ中でも2戦合計12得点0失点の2連勝という圧倒的な強さで9月の2試合を終えました。この試合後、日本の森保監督は取材に対応し、相手のホームサポーターの後押しとこの環境でホームの利点を相手は生かしてきた、難しい状況でも選手たちが粘り強く戦ってくれたおかげで得点ペースを握ることができたと、気温35度以上の厳しい条件、そして完全アウェーという環境での試合を乗り越えた選手を称えました。またハーフタイムにはまずは続けることという部分を森保監督は強調したようで、続けることで体力的にも集中力も切れてくる、選手たちが続けてくれた結果と、後半に一挙4得点を奪えた要因を挙げていました。ただ前半、上田選手の PK や堂安選手がセットプレーを蹴る際、バーレーンサポーターからレーザーポインターによる妨害があったことについて森保監督は、まずは国によって文化価値観が違うのは多様性として受け入れていきたい、今日の試合であればお互いの国歌の時ブーイングすることであったり、試合中の選手のプレーを妨害するような、もしかしたら目に当たったりした時に選手の彼らにも害があるようなことはできるならやめていただきたいなと思います。バーレーンチームが非常にフェアなチームでしたので、サポーターの皆さんもチームのようにいてくれることを願っていますというように、サポーターによる過激な妨害に苦言を呈したのです。そして最後に森保監督は、かつて日本国内全世界にいる日本のサポーターに勝利を届けようと選手は頑張ってくれた、深夜にもかかわらず我々の応援をしてくださって念を送ってくださったので選手たちが躍動できた、これからも厳しい戦いが続くので一緒に戦ってもらえればと、しっかりとサポーターへの感謝の気持ちを伝えていました。選手たちが語ったバーレーン戦、こうして森保監督が選手たちを称えた中、選手たちはアウェーでのバーレーン戦をどう振り返っているのでしょうか。まずボランチながら2ゴールを挙げて勝利に貢献した森田選手は、硬い試合になると思ったし、セカンドボールの拾い合いみたいな印象が試合前からあったので、なるべく2ボランチ気味に構えようと意識していたと、序盤はしっかり構える形を取っていたようですが、徐々にポジションを前に取るようになったようで、渡るが拾って二次攻撃ができた、僕のポジショニングが10番っぽいところに入って、あれぐらいから前を意識し始めたというように、先制の PK を奪った部分あたりから上がり目の位置を取るようになったと明かしています。そして後半はよりオープンな試合になったと語る中、
中で2ゴールを挙げた森田選手は特に2点目のシーンについて大地のおかげというように鎌田選手に感謝しました。その理由について森田選手は大地はセンスがあるし大地が降りてきた時が一番気持ちよくボールが回る、それをやってくれればくれるほど2ボランチも上がれると鎌田選手のサッカーセンスを称賛した上で自分のクラブでやっているような動きが多くて2点目は大地が出した瞬間に点が決まったなと思うくらいだった、いつもやっている形を出せたのが良かったし大地のおかげとクラブと似ている形でやりやすかったと語りました。ただ森田選手はバーエン戦で感じたチームの課題もあったようで、ハーフタイムにいい声がかかって後半に修正できる力はできてきたんですけど前半45分を使い切っちゃう部分はまだまだ甘いなと思うし、3バックにしていろいろと積み上げていますけど前半のうちにピッチ内で解決する部分はまだまだ改善の余地があると思います。苦戦している中自分たちで修正する力が足りていないとストイックに振り返っていました。それでも最後に最終予選の2試合にスタメンで出られて結果を残せたのは良かった、メンバー外の選手ベンチ外の選手にもすごいクラブでやっている選手はいるし選手層は厚い、その中でポジションを守れるようにやっていきたいというように熾烈なチーム内競争が日本代表の強さにつながっていることを明かしていたのです。続いて森田選手と同じく2ゴールを決めた上田選手は試合後のインタビューで前回の試合でシュートをなかなか打てなかったので自分のチャンスメイクのところを意識していたと回想した上でチームとしても狙っていたことがいくつかできたんじゃないかなと思うというようにチーム全体としての戦いぶりに手応えを感じているようでした。そして記者から PK の場面で受けたレーザーポインターによる妨害について聞かれた上田選手は集中していたのでわからないと返答し自分の時間をしっかり作って自分の間合いで打てたと妨害による影響はなかったことを明かしています。実際同様にレーザーポインター攻撃を受けていた堂安選手も気づかなかったですね、違う人に当たっているのかと思っていましたというように語っていました。バーレーン監督、海外メディアの反応、こうしてバーレーンサポーターによる妨害をものともせず強さを見せて干渉してみせた日本代表についてバーレーンを率いていたクロアチア人のタライッチ監督はバーレーンのファンに謝罪したい、ソーリーリザルトに、結果には失望している、2点目は後半序盤の失点、信じがたかった、完全に全てが壊れたというように試合を振り返りました。それでもタライッチ監督はワールドカップ最終予選で簡単な試合は何もない、全てのチームは素晴らしい、学んで戦って学んで戦うとポジティブな言葉で前を向いていました。ただスコアがスコアなだけに現地メディアからはなぜフレッシュな選手を使わなかったのかというようにタライッチ監督が問いただされるなど会見は荒れ気味となっていました。そしてバーレーンメディアザ・デイリー・トリビューンはこの試合をバーレーンの希望は日本に0対5の大敗で打ち砕かれたと題した記事でバーレーンは前回の試合でオーストラリアに見事な勝利を収めファンの後半を巻き起こしたために大きな期待を抱いてこの試合に臨んだ、しかし日本は容赦なく0対5で敗れたというように初戦でオーストラリア代表に勝利していただけに期待外れの試合だったと伝えていたのです。また同メディアは日本の組織的な守備を前にチャンスをつかむのに苦労し試合を通してシュートはわずか1本にとどまった、対照的に日本はボール保持率 76% で優位に立ちシュート数は14本だった、バーレーンの守備は時折粘り強さを見せていたものの日本の容赦ない攻撃を抑えることはできなかったと日本の強さについて報じた上で初めてワールドカップに出場できるかもしれないという夢は日本によって打ち砕かれたというように伝えていました。そして別のバーレーンメディアでは日本戦の結果を日本はもはや我々の次元ではない、私たちが置き去りにされた5失点の大打撃という見出しで報じてサッカーに求められることを全てやってのけた日本はフィールドの中央でバーレーンを息苦しくさせゴールに近づかせる機会すら与えなかったと圧倒的なサッカーを見せた日本を称賛しています。またバーレーンの敗因については相手の守備をどう攻略するかを考えずに攻撃に耐えることだけを考えて臨んでいたため大量5失点を喫した、後半に我々の体力がストック切れとなりほとんどの選手が疲労して崩壊したというように守備一辺倒になったサッカーが原因だったのではないかと綴っていました。このようにバーレーンメディアが日本の強さを認めた中アジアのライバル韓国メディアの MK スポーツでも第1戦7対0第2戦5対0狂った火力ショー、日本がバーレーン遠征でまたも大勝、ワールドカップ最終予選2戦合計12ゴール無失点といった見出しで日本の勝利について報じると日本は華麗な得点ショーでワールドカップへの道がアスファルトの道になった、3バックは安定感があり危機もなく無失点で切り抜けたというように攻守両面で圧巻のパフォーマンスを見せた日本の強さについて伝えていました。問題となっている放映権について語った宮本会長、こうして海外メディアから称賛を受けた日本の戦いですがこの試合を見られなかったというサッカーファンも多かったはずです。というのも今回のアジア最終予選は日本のホームゲームは地上波でも放送されますがアウェイゲームはダゾーンによる独占配信となっているため今回のバーレーン戦を見るためにはダゾーンとの契約が必要になっていました。前回の最終予選に続きダゾーンが放映権を獲得していることで日本でも無事試合が見られる一方、日本代表の大事な公式戦にもかかわらずテレビで放送されないという緊急事態について日本サッカー協会の宮本恒康会長は中国戦の後の取材で協会として動いているのかと尋ねられた際にたくさんの人に見てもらえるような状況にするというのはサッカー協会としてやれることだと思います、全く何もやっていないわけではないですという歯切れの悪い回答にとどまっていたのです。日本代表戦を見るためにお金を払ってダゾーンと契約するのは躊躇する人も多いと思うのでなんとか宮本会長筆頭に協会側には地上波での放送を実現させてほしいですよね。日本代表 OB も苦言を呈したレーザーポインター、こうしてアジアのメディアから羨望されるほどの強さを見せた日本の戦いについては元日本代表ディフェンダーの栗原雄三さんも高く評価するコメントを残しています。実際この試合では日本がボール支配率 76.1% と圧倒していて過去にヨルダン、オマーンという中東勢との対戦経験を持つ栗原さんは2013年にヨルダンにはアウェイで負けましたし中東勢がホームでやる強さは感じました、まだ VAR もなかったので多少中東の冬チックな部分はありましたけどそこまで荒々しい印象もなかったですと語った上で今回のバーレーン戦に関して今日は日本のレベルが違ったというように
に日本の強さについて語っていました。ただ栗原さんはバーレーンサポーターによるレーザーポインターについて、昔ヤットさんもやられていたけど規制しないといけないと主張した上で、中東だけでなく中国とか韓国でもありますよね、スタジアムの照明もあるからかレーザーポインターが目に当たってもやられている選手本人はそこまで気にならないのかもしれない、あまり嫌がっている選手はいないイメージはあります。とはいえ影響は少ないかもしれないけど正当ができるものではない。 PK だからレーザー光線を当てやすいのかもしれないけど、流れの中でゴールキーパーとかディフェンスに当たって目がくらんでミスしてしまうとかあるかもしれない。将来的にはサポーターがやったら代表チームを勝ち点剥奪とか処分を下して FIFA も取り締まらないといけないと思います、というようにしっかりと厳しい処分を与えるべきだと求めたのでした。3バックについて言及したセルジオエチゴ、最後に日本代表の戦いを厳しい目線で評価してくれるセルジオエチゴさんの言葉を見ていきたいと思います。まずセルジオさんはバーレン戦を終えて、お祭りの2試合が終わったね、2012得点無失点か、過去の2大会とは違って順調なスタートを切ったね、でも喜びに浸るのは今日までにしてねと、2戦ともに完勝を飾った日本に釘を刺した上で、日本は前半思うような展開に持ち込めなかった、相手が元気でプレスがきつく球際も厳しかった、中国戦も含め相手が元気なうちはなかなか点が取れない、2試合12得点が相手が元気な時間帯で取れたなら褒めるけどね、確かその12点は全てペナルティエリア内からじゃないかな、それくらい相手が引いていたわけだというように日本の課題を指摘しました。そしてセルジオさんはアジアの出場枠が 8.5 になって上位2チームが自動的に出場権を得る今回の最終予選、蓋を開ける前から日本、オーストラリア、サウジアラビアがこの2席を争うと誰もが思っていた、実際中国とバーレーンはプレーオフ進出権がある3、4位狙い、だから日本戦は前半から全員で引いて守ってきた、12得点といっても C 組3弱のうちの2チームに勝っただけだからねと、簡単な相手に勝利しただけだと強調した上で、日本は2試合とも3バックで無難にスタートした、ラインを下げる相手に左ミッドフィルダー三笘、右ミッドフィルダー堂安、伊藤がどんどん攻めていった、攻撃的な3バックと騒がれているけど相手が攻める気がないのだから攻撃的になるのは当たり前だ、世界と戦う時もこのシステムが通用するとは考えにくいね、10月の2試合はどうかな、相手も攻めてくるだろう、3バックだと両ミッドフィルダーの守備の負担が増えて今回の2戦のようなサイド攻撃はできないはずだよ、三笘や堂安、伊藤らの持ち味が薄れるだろうね、あの3人は攻撃力はあるけれど守備は比較的強くないからね、立ち位置も低くなるだろうし上下の運動量も2倍くらい増えるからね、というように10月に対戦するサウジアラビアとオーストラリア代表という今回の相手よりレベルが高い相手に対して3バックの形が通用するのかといった疑問も語ったのです。そんなセルジオさんは最後に、とりあえず弱い相手には結果が出たわけだから10月の2試合で試してみればいいよ、そこで結果を残せないのならもう3バックをベースに戦うのをやめた方がいいかもね、まあでもね最終予選でそれを試せるくらい余裕があるからいいよね、やはり 8.5 枠のパワーはありがたいねと、出場枠が増えたことによって最終予選という厳しい場でも戦術のテストができるメリットが生まれたことを指摘していました。今回はアジア最終予選の第2戦でバーレーンに快勝した日本代表の戦いについてまとめてみましたが、初戦の中国戦について中国メディアの反応を中心にまとめた動画も出しているのでぜひ見てみてください。というわけで僕もサムライブルーのようにかっこいい男になれるように頑張るので、次の動画も見てくれるよって優しい人はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは皆さん、さようなら。